6月13日土曜です。どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。ありじゃです。土曜です。夕闇通り探検隊やっていきたいと思います。はい、まあ、いつも通り2人でやっていきましょう。そうですね。はい、今日まあ土曜日さんですけどね、まあ実際に土曜日ですしね。はい、はい、2人でやってましたっけ、そういえば。もうまあずっと2人でやってました。悪かったって。トイレトイレトイレ好きだから、3個。トイレ入るけど、トイレ別にしていかないところがまああれですよね。いきなり降ってくるんだもん。いやんなるよね。けど酒井ちっとも濡れてないじゃん。何、引っ越し。あ、傘の話は聞いといた方がいいんじゃないかな。嘘、ラッキー、酒井って本当についてるよね。ピラッて、ちょっとあいつまた盗み聞きしてるよ。おい、バレた。近すぎた。いや、大丈夫。みんなのトイレだよ、みんなの。邪魔だからそこどいてくんない。トイレしないじゃん。はぁ、邪魔だからそこどいてくんない。ダメっぽいですよ。ダメっぽいか。一回そしたら2の2に行こうか。はーい。2の2ってことは手前かな。うん、の前に砂川さな、砂川さえさんが。あら、天気悪い。いる、いるはずなんだ。あ、外に歩いてる委員長。うん、いないかな砂川。このまま行っちゃうと2の3だよね。いないんじゃないか。そしたらまたトイレか。怖っ。今度はこっちに立ってんのか、こいつ。あ、すべて立ち行きしないとダメっぽいね。おう。で、ちょっと離れてギリギリで引かないと、ね、多分見つかっちゃったのか。聞いてるぜ、あいつ。全員がトゥルンってなった。まあ、あんだけこっちはこっち聞いてるからな、うん、ここら辺にいれば大丈夫。うん、けど、酒井ちょっとも濡れてないじゃん。それがね、取り掛かりのバス停にちょうど傘がかけてあってさ。うっそ、ラッキー、酒井ってほんとついてるよね。けどさ、その傘、委員長が言ってた呪われた傘だったら。呪われた傘、どうする、どうする。ゆり、それマジで言ってんの。キャハー。そんなわけないじゃん。それにしても砂川ってほんとムカつくよね。おお、出てきた。見え見えの作り話で傘泥棒はやめましょうって。あたしたもう小学生かっていうの。はいはい、じゃあ OK、 話聞いて。小学生か。小学生下手すると以下かもね。そうきたか。そうきたか。まさかの展開やったわ。あーじゃん。おお、お、久しぶり話。小学生下手すると以下かもね。お前、本来本当に幼稚園生だな。で、誰かに接触すれば。そうだね、その砂川さんが。砂川の呪いの傘の話が。が聞けるわけだ。砂川さん。砂川。いないようだったら2の2入った方がいい。そうだね。いないような、いないような。いないような気がするぜ、これ。前ってことはあれか。教室内の黒板側ってことか。あ、そういうこと。うん、じゃあ2の2の前。2の2の、そうだね、黒板側。ここだ。違う。トゥ分け方の前ども置いてる。まあ2分ある、まだ焦る時間じゃない。いた。今日の日中の人誰とか言ってる。砂川さんだ。院長や。お、後ろから。今の時代院長っつったらもうみんなメガネなんですよ。ちょっといい。何、平内さん。ねえ院長、呪われた傘って何それ。忙しいんだけど。貴様、院長が作った噂なんでしょ。結構自分で言って恥ずかしかったとか。その分かるよ、おじさん。たちどうせそのことで何か言ったんでしょ。別にいいよ、あの人たちには何も期待してないから。傘泥棒は校内でも深刻な問題だからね。そうじゃないの、本当にそういう話があるの。真面目な院長が。呪われた黄色い傘。黄色い傘。私小さい頃聞いて本当に怖かったんだから。ほうほう、まあそういうことでしとくわ院長。聞いといて、それひどくない。ひどくない。ふわー来た。ふわー。いやきつい。今回カッコついてないね。悪いことをしたらお化けが来る。だって院長って本当真面目なご家庭で育ったんだね。はは
私ちょっと忙しいから。お、さすが。結局こいつも一緒だよって感じですかね。はいはい、ゲッチュちょっと待って、ちゃ動けるようになってから。いや怖い怖い、なんか噂ゲットしないで済んだら終わりだからね。俺ら出た出たよ、出た。前回パチンコ屋行ったんですが、はい、どうやらですね、のぞきじじいの締め切りが、うん、締め切りなんだ。迫っている、締まっているので期限付きなんですね。ええ、わかりました。じゃあじじいからで、はい、黄色い傘の噂一応見ときますか。見ときましょうか。どういう噂なのか、まあ、聞いてる限りあんまりわからないけどね。にゃーお、知ってた？黄色い落ち傘は呪われたアンブレラなんだってよ。そういう話を聞いても、そうやって人の傘持ってきちゃうんだ。どこにあったのそれ。急に雨が降ってくるのはいけないんだよ。それにこれきっと卒業生の忘れ物だよ。薄汚れで隅っこに置かれてて、とにかくちょっと拝借しただけだって。なら学校に返しておこうよ、もう雨止んだんだからさ。っていうかこんなのゴミでしょ。ゴミボックスに捨ててあげた方が親切じゃない。傘はもらえないから赤いゴミボックスが食べるのよ、パクパク。燃えないからね。くるみがやってあげる。ダメ、あんた捨てる前に絶対何か恥ずかしいことやるんだから。の？まだ点滅してる。この音楽が続くとね。くるみにも傘貸してくれよ。 DAME。 なんで？刺して歩くに決まってるからよ。傘は刺すものなのね。なんで刺しちゃダメなの？今雨降ってないでしょ。刺すなら音じゃ刺せ。じゃあ直くん刺すね。おかしくね。にゃお、みんないなくなればいいのに。闇チャラになり始めたいね。そうですね。じゃあまあジジイのとこ言いますか。はい。のぞきジジイ、のぞきジジイはくるみで行こうかね。あれなんかさんざんなおみたいな話になってたね。悲しい。ちょっと待って、なおがほら見てるもん、もの、今回そこですね。で、ここカラス塚前甲州街道だから、なおの家から。いや、その横、そこ。いやこのゲーム難しいですね。ええ、ただ歩くだけで難しい。さあどうする、右に行こう。おい、ガオガオ。あー、工事してる。シュッで、上かな。上、ボロアパート通り。あ、うん、うん、上は、違う、逆サイドに行かなくちゃいけないのか。ほうほうほう。あのね、まあ、今のゲームは 3D でね、はい、行ったところとかのすぐ逆とかすぐ分かるかもね。このゲームね、その道に入るとそこを 2D で通るから次の瞬間今どこだっけみたいな、ね、そうね、右かな。右、右、あー、はい、オッケー。えいえい、学校裏通り、ガーソリンスタンドだ。もうガーソリンスタンドだ。タイヤーしょせー。なんか今声聞こえて、それっぽい声が、ね、早く満タンやります。そんなノリだったね。ね、私は窓を拭きしましょうかみたいな感じになってる。灰皿ありますか。はい、今の車社会だと灰皿ありますかなんて聞かないだろうな。灰皿ないね、今多分。いいね。ね、灰皿ないね。そもそもないもんね。そうそうそう、ね、その中もうステップが消えたね、うん、昔なんか灰皿ありますか。ハイエースとか乗ってると、うん、あ、まあ前の車とかだったらそうそうそう、もう最新のはちょっと、うん、今タバコ吸わないですからね、うん、車の中でね。右右、うん、こっち、うん、ふん、はい。知らないとこ行くと帰れなくなっちゃうの。おっと、行けねえぞ。自動販売機はじゃあその辺にあんのか。あ、自動販売機、あ、あ、それか。あ、来た、これ、これ、これや、ここだ。あ、これだ。それでそれっぽい自販がたくさん入ってるところ。はあ、さすがにゃお、目ざとい、ま、何も言ってないよね俺。さすがにゃお。出た、あー出た、ピンクな感じしてるよ、ピンクな感じが。え、こんな置いてあんの、たくさんあるね。くるみのこと見てるの、どうして。え、え、わ、え、何、ちょっとやめて。エロ本の幽霊、隙間から見てるところでしょ、これ。これはもしやパノラマも。うわ、怖い、もうすでに怖いよ、何これ。怖っ、あ、え、なんか、あ、めっちゃ汚いんだけど。とりあえず、調べられそうなとこいっぱい調べてみようか。わかった。
ここ嫌い、くるみ早く帰りたい。やめて、くるみ先生、そういうのはちょっと怖い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 。くるみのこと誰か見てる。やべえ、これ怖い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 。ね、見てるの。笑ってるって。やばいやばい。ねえ、誰見てるの。どこ。誰かがだってめっちゃな、なんかえ、うわー、おー、おー、怖い。うわ、あー、くるみが、くるみが気絶した。怖っ。いや、くるみ帰るっつって。キモ。怖。いや、何は覗くどころか身を乗り出してるやないかい。身を乗り出してきたけど。え、もう帰ってきたことになってるよ。え、やられたね、今回は。くるみ、ご飯の前だから食べちゃダメよ。いらない。完全にグロッキーになっちゃった。完全0勝マックスでしょ、今の。え、びっくりした。本当さ、大丈夫なんですか。あれ大丈夫なの、あれで。やられたみたいな感じになってるけど。やられた。うわー、怖ー。いろいろ調べてたらグワッてきた。わし行きたおない。もう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 普通にでも寝ますみたいな感じになってますよ。もう寝るわ、おやすみなさい。完全にこれだって寝るときまたのぞきじじいその辺徘徊してるでしょ。いやー、もうやめて。窓からのぞきじじいいるでしょこれ。いや、もう発展しないで。あ、よかった。お参りしてない、今日。そうだった。結構でもまあギリギリだったのが。そう、いや、強制的に帰らされたけどね。マジかよ。何が起きたんだって感じだけどね。いや、まあ、くるみには見えてたんでしょうね。6月14日曜日です。これでまだでも噂3つになったんだよね。そうだね、解決したの今。まあこうあれですよ、日曜だから。なんかあれだね、午前中みんなフリータイムです。まあ好きな方で。くるみかな。おい、あー、俺もうちょっと大丈夫なのかな。もうやだ、昨日のやつもう完全に夢に出るレベルでやばいでしょ。あんな見たら超怖かったね。上の方から来たもんね、しかも。びっくりだわ。くるみ、早くしたくなさい。いや、もうやだって。もう早くしたくなさい。もうやだ、のぞきじじいが出るわよ。あー、そらまうわ、のぞきじじいだ。違う、のぞきじじいじゃん。ほら、お母さん後ろにのぞきじじいがいるよ。おかしいだろ。ちゃんとこっちを見るんだ。のぞきじじだよ。じじじゃねえか。のぞきじじしかも進展してないよ。ないな。まあでも次はね、あのサンゴでぜひ。あ、もう何、俺出てこいよみたいな。ふざけんなっつってサンゴが殴りかけた。くるみに何してくれてんだみたいな。こういうもう怖いやつはもう物理で。のぞいてんじゃねえよと。はい、じゃあ先ほどと同じ。すげえな。っていうと、お参り、お参りがなかなか行けないけど。そうだね。お参りしてから行く？今日は。見てからお参りするか。ここだとどこだ？右の方だな。あー、そうね。でもこの子がって。プラララララッって動いた。あ、でも待てよ、これ行って帰ってだと相当時間かかんねえか。うん、そもそもガード下一回通りってまたまた通るから。そうね。あ、そこ霊園じゃなくてほら、右の方に置いてなかった。あー、右下のあれか、神社か。遠いでしょ。メロさん連れてけば。いいんじゃないの？いける？メロヤンのパワーだったらいけるか。メロさんサンゴだったら、すごい勢いで終わらした後にメロヤンを回収してまたどっか行けんじゃない。まあでもメロヤン別に繋いどく必要ないから、うん、先にまあ自販機調べて速攻で神社に行ってもいいかもね。ね、うん、そっちの方がまあたまったたまっただ、うん、この諦めの境地みたいになってきてもうやだ、あんなんもう VR とか出てきたらもう俺死ぬぜ、あんな。そういえば VR だったもんね。よし。のぞきじじい。あんなんやって、悲鳴あげられたら警察じゃったでしょ。まあね。見てよ、このひどいあれやろ。またまた 3D? VR って言っちゃってるけど、こうパノラマ来るぞ。また VR。VR!なおもこういうのとか見たがるのかな。よく見よう、人が来たらさすがにまずいよね。後ろからやられたよね。右？ここら辺見たら〇〇の〇〇すげえタイトルだよ。何の話だよ。なんていうかさ、解説させるなって感じ。自分で解説してるじゃないかよ。なんていうかさ、解説させるなって感じ。あー、やっぱりな。自販機の柵が壊されたやろ。ペンチ使ってこじ開けようとしたやつがいるのかな。どんだけ欲しいんだよ。とんでもない大槌や。なんでやねん。これがってことは。ああ、そこは選択できるってこと？うん、特にない。ないかな、やっぱ。下もある。アスファルトの破片がついてる。あは。じゃあまあ抜けちゃっていいんじゃないかな、パノラマ。おーいえ、おーいえ。はい。
うん、松ボタンとかね。あ、はい。あ、普通に出れ出れますな。いやでも怖いね。あっちののぞきじじはやばかったからな。いたね、やっぱり。乗り出しじじいみたいな。そう、乗り出しじじいだったから。あれ、シーナは？いや、いなくなった。いや、もう俺帰るってもう言ったやん、もうここ言いたくないわ。ちょっと待ってよ。それ僕、僕のセリフだから。サンゴもう帰るねっつって。ナオが突然。ほら、やっぱりシーナさん嫌がってたじゃないか。もう昨日の今日嫌よ、もう。勘弁してよ。あ、何やってんの？だおー、なんかのぞきじじいが。あれ、この管理人さんってあのマンションの管理人さん？いや、ほら、靴が違うから。嘘、だって、あんたどこの学校の子？あれ？よく見りゃ、あんた女の子じゃない。まったく何考えてんの？よく見りゃって。こんなとこ女の子が来るもんじゃないよ。親が泣くよ。このじじい、愛好家のくせしやがって、そういう不健全な理由で来たわけじゃないんです。ちょっとした肝試しですよ。肝試し？肝試し。おじさん、知らないの？ここ妖怪が出るんだよ。妖怪？なんだそりゃ。変なこと言わないでよ。知らないならいいや。帰ります。ちょっとちょっと待ちなさいよ。引き止められるってな。その何なの妖怪って。変な噂立てられちゃ困るよ。ひょっとしておじさん、ここの持ち主、このエロ本野郎なんですか？大変だよ、まったく。高校生が機械子。毎日のようにあんたらみたいなのが来るわ。その上変な噂まで立てられたんちゃう。商売上がったりだよ。本当だよ。最近も来たんですか、中学生みたいなの。呆れるほど来るね。だからこの間は自販機の隙間に隠れて、ちょっと脅かしてやったら飛んで逃げていった。てめえか。あの、そいつ小さいやつでした。いやー、逃げていったのは小さいやつだね。覚えてるね。まったく今時の小学生だ。小学生と思われた。皆さんの言ってた覗きじじいだ。あ？もしかして妖怪って俺のこと言ってたのか？間違いないよ。バカバカしい話だよ。最近は防犯カメラまでいたずらされる。それは困るね。自分で見張ってた方がよっぽど安心できるってもんだ。それじゃ変な噂が立つの自業自得じゃない？ん？自業自得ってね、そんな好きでやってるわけないでしょ。あんたらさえ来なければうちで寝てられるんだ。おお、見事な水かけるもんね。交番に通報したっていいけど、それじゃあいくらでもだろうに。まったく親切やってるのに、心外極まるね。まあ、おじさんも大変ね、こののぞきじじ。おお、誰のせいだと思ってんの。次は学校に電話するからね。さっせーん。何してんの。ほら帰る帰る。まあ、いいおじちゃんだね。ごめんなさい、もうしません。まったく、何一人で帰ろうとしてる。ちょっと帰ろうぜ、メロヤ。はい。もう二度と来るんじゃないよ。ってことは終わりか。いや、だってのぞきじじい、さすがに上から美容はないでしょ。ねえ、サンゴちゃん、あそこは怖い場所なのよ。おじさん、聞いてなかったじゃん。ううん、じじい見てたのね。シンノさん、それは見間違いだよ。見てたのね。見間違いだよ。くるみ嘘つかないもん。嘘つくんじゃないよ。嘘じゃないもん。ニアみたいなこと言ってるし。ねえ、ニアはどう思う？ニアは。わからない。嘘つけ。わからない。よし、決めた。もう一度現場検証だ。やめよう。また怒られるよ。くるみはそこ嫌いなのね。怒られるよ。ほんで、よぶしものまもめまれ。一人で。一人で。一人で。トイレ行くのりだね、これ。はい、いけんだ、もういけないもんな。もう一回突っ込めばいけんじゃないの。いや、でもまあ、お参りした方がいいね、今日は。お参り。まあ、Let's go to the gym! 参れ、参れ。ルート的には下？右下。いや、まあでもなんかね、とてもなんか おじいちゃんって感じじゃなかったもんね、さっき出てきたの。そうだね。なんだろう、おっさん？まあ、じいちゃん。じいちゃん。Z だ、セブンじゃない。Z11 やね、今の。Z11 だ。Z11 ってなんかバイクみたいになってるけど、それがなんか週末までやってますみたいな。 A から Z で多分24時間やってますよっていう、終日やってますよっていう。なるほどね、そういうことか。 A から Z で Z11。 なんかもう俺のイメージはこう世界の終わりまでやってるみたいなイメージだからね。24時間どころじゃない。
よく考えるな。そうだね。うん。いや、ただセブンちょっと文字変えようぜっていう文字でしょ。踏切それでもあそこにつけるや。見てくださいこれ Z になりますよこれ。これでいきましょうよ。絶対なんかそんな感じだろうね。あ、踏切だ。メロさん嫌がんないね。カラリーが完全にセブンだったもん、うん、あ、メロさん嫌がんないな。これでナオが取り捨てしがブーンっておかしいだ。で、クレミもハーンガタ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 コンクリ通りを行ってください。左か。はい。間に合いそうだね。間に合いそうですね。なんとかなりますね。はい。ここで僕帰るではやばいな。ああ、メロさん言うこと聞け。メロさん言うこと聞けって。だから、本当に、こいつ。あれ大丈夫、メロさん。何これ、メロさんどうしたいの俺を殺したいのかもしれない。実は呪いをかけたのはメロさんだ。この飼い主から私を解放してください。そんな感じかも。自由が欲しい。最後の噂がいつも散歩と言いながらどっかに繋がれて置いてかれるんです。イヌエンドがあるかもしれない。みんないなくなって最後メロさんだけ出てきて犬なのにニヤって笑って終わるみたいな。捨てて、とかもう誰もメロさんを縛りつける者はいないっつって置いてかれるメロさん。完全にあれ、まあそんな感じですね。終わりですね。てん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 ってやつ。次はあなたかも知れない。てんてんてんつって。タイマー。アンビリバボー面白いかな。アンビリバボー世にも奇妙な物語。何言ってる。違ったわ。明日かもしれない。もうタムリじゃなくなってる。ビートたけし。ああ、ポテチマイはだからまたそんなことやってるから。ポテチマイはでもちゃんとお前入りしてるからですかね、寝るときに何か出ることはなくなったんじゃないか。あちゃーでしょ。あちゃー。いや、霊障のせいにしてんじゃない。全くもって違うあれにならないね俺。そうだね。そうね、レーションキープしてるからかな。この流れだったらもうちょい行きたいですな。はい、まあ午前中は何もないですね。了解。スパーンと飛ばされる。615。15日月曜日あった。あった。くるみだ。あった。くるみ。進めといた方がいいイベントが。うん。あれだ、相葉さんが来る日だ。おお、曇りですか。いや。相葉が来んの？相葉が曇りの日に来る。どうだ、2の2の中、後ろ。後ろかな。ああ、懐かしいですね。はい、ここ。あ、くるみはね、すごい急精度がいじるね。もう、くるみはね、違うんだよ、そうそう。私を寄せると思ったか。この程度はっつって。そう。よし。顔。急精度というものを教えて。左目が444って、ちょっと。あいた、相葉さん。カラスー。カラスー。カサコソ、カサコソ。カサコソ、カサコソ。てん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 。今日も見てるのね。あ、くるみ、ミジンコ見る。嘘つけ。ミジンコ？あのね、でかいやつ。薄目でお日様見てて、でかいミジンコ見えたから、明日は晴れ。てん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 。つまり貴様はこれ。てんてんてん。もうカサコソカサコソは何なの？まあないんですか。まあこれでまた相葉さんとの親密度が上がってるんだ。そう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 。そんななんか相葉メモリアルなの？そうそうそう。相メモ。相メモは。なの、うん？まだでも低いね。まだ低い。まだ低い。もう一回ぐらいかかるかな。じゃあどうしましょう。覗きジジイかな。誰で？一人しかいないじゃん。もう残ってるのが。俺なの？そうだよ。来たぜ。俺だぜ。とうとう。とうとう2000円ぐらい本性を表す時が来たか。ユキチを握りしめて自販機へ向かう。なんでなんでユキチ持ってんだよね。こんな中学生が。いやいやいや、それはもう親の財布からスルッと。おかしいだろ。あとはタンスの隙間からスルッと。左側の犬のスピード今やばかったな。俺らのダッシュと同じ。そっちじゃない。あー、間違えた。もうだってその犬の動きが。あれにしてやられたな。してやられたな。いや、また下にいたよ、今。いたね。やばい、マリオじゃん、今日は。
マリオだよ俺。右。はーい。カラケコレスラテイ。マジそんな感じだったら何言ってるかわかんないけど。何言ってるかわかんない。多分こうこっち側どうぞーみたいな感じのと言ってたな。オライオライオライ、はい、オッケーでーす。オッケーでーす。ついに、うん、ちょっと2人ここで待っててっつって帰るわ、そしたらさすがに。なおでも恥ずかしくないのかな女子2人と入るか。今通り過ぎたよ。止まらなかったメロさん。メロさんが止まらないでし。止まらないメロ。おい、あ、そうだ。おほら一万円貸して。2人はここで待ってて。おーい、僕一人で行ってくるから。こいつ買う気やで。うるさいよ今一石も取ったでこいつ。よし、メロさんいい子にしてろよ。メロさん連れてきたぜおい。メロさん分かってた。誰かに見つかったらどうしよう。おい、メロさんどうなんだ。メロさんどうなんだっておかしいだろメロさんどれにするっつって。メロさんどれにするんだやめろお前、これで出てきた俺死んじゃうからな。左下今点滅してたよ。隙間とかあるんじゃない。おーい、メロさんの隙間。あれおぉ、びっくりした。急にスターウォーズみたいなカット、こんなとこに穴が開いている。覗いてみる。いや、覗くしかないし。やべぇ、覗き穴。あ、お隣の家の庭、一応明かりがついてるみたいだ。人が寝てるのかな。は、どういうこと。あれ、人が寝ているのかなっておかしいけどね。はあ、覗きじじいはじゃあここから覗いてたんじゃないの逆に今度向こうから覗かれてる。それ怖ーい。あれ、何も見えないぞみたいな感じでしょ。そうそうそう。あれあれって言ったら急に、どうしよう。まあ他のとこ見つけ探して何もなければ出ちゃっていいんじゃないかな。さて、あそこなんかある、うん、僕好みの本だ。いや、丸ボタン押しても何も反応しないな。どういうこと。じゃあもう真相にフラグが立ったってことかっぽいね。うん、かえ出るで、出ましたよ。で、左側の家でもピンポンするかい。そんな。でも左側の家って俺、管理人さんの家じゃないのかね。じゃあね、やっぱり覗き…あ、おお、怒られてる。びっくりした。なお残念でした。ここまでです、あなたの物語は。えへへへへ。この後は全て刑務所で過ごす。補導されちゃうのちょっと目を離したら、ね、すぐこれだもんな。まだ子供には早いっていうの。学校に連絡だけど、その…あ、まあ早がってしなさんな。とにかく聞きなさいって。待ちなさいって話は最後まで聞くもんだよ。メルさんやれっつって。いやいや、もう完全同じこと考えてたから。それは真面目な人がいてね、どのタイミングで言おうかって。お母さんの世話をもうしとる年寄り一人でね、頑張ってきたわけだから、はあはあ、ある時とんでもない間違いをしてかしまった。とんでもない間違い。警察のお世話になるなんて考えられない人だって。警察のお世話。俺も最初驚いたけど、まあ後で思ったね。人間だからそういうこともあるんだって。ん、その人は何を。女子高生にいたずらをした。ひどいことをしたわけじゃないんだが、冗談だってごまかせることでもなかった。最低だな、おついち。まあ要はそんなことだ。その方って隣に住んでる人ですか。かもしれないね。そこら辺は正直にあげ。あの人もおふくろさんを養うとか何とか言ってるのに、ろくろくお見合いもできずに独り身で30年。そうなってくると辛いもんだよ人生。せめてあんな間違いさえしなけりゃね。間違いですか。俺だってこういう商売やってる人間だからね。わかることでもないこういうのは何というか生きていくための当然の欲求だから、汚い打ち消したり、ぎゅうと仕込めたりしたら、いがものだ。だとしてもだよ、物事には順番ってものがあるだ。あんたはまだ子供だ。お母さん、お父さん、お母さんもいて、まあ、とにかく怒られたで済むのは。ちょっと落ち着いて、おつりさん。今ぐらいのもんだ。だんだん何言ってるかよく分かんなかった。あんたもいずれ、いやでも大人になっちまうんだからな。ちょっとした出来心で階段を踏み外そうになった時、ゴロゴロ転げ落ちるか踏ん張るかはあんた次第だよ。大人の階段や。まあ今日のところは勘弁しとくから、年寄りの言うことは覚えておきな。さあさあ帰った帰った。
本の一冊ぐらい買わせろよ。帰れ。あ、待てよ。何？うるせえじじい。帰れ。二度と来るな。さあ、まあ要は大人の階段踏み外せ。徹底く？モツイチの噂は？あ、やばい、出た。この音楽は人の青い量が出る。ユラさんのバカが見たのはいいよ。けど結局シーナが見たっていう事情は一体何だったんだよ。モツイチなの？わからないよ。まあ、だからその養ってきたけど女子高生にいたずらしちゃった。待て待て待て、どうしてそうなる？あんたシーナ信用してないの？そういうわけじゃないけど。じゃあなんだよ、ハケ。偶然あそこに来てた変態ジジイに遭遇したっていうだけ？そしたら俺ら見てるはずなんだけど、うん、もうやめてよ。サンゴになって言われたって僕だってそういう気持ちあるんだ。だからそういうことなんだよ。シエロさん、あんなとこに連れて行ってごめん。貴様なんというプレーをするんだ。本気になるなよな。のぞきじじいの噂を解決した。俺がなんかこう、ナオの性癖を違う意味で告白したみたいな感じになってるけど。いや、赤だね。じゃあもう、そういうことでしょ？あの、その、なんだっけ、自分の親養って介護してたけど、女子高生にいたずらしちゃった人が隣に住んでて、その人の生き量かなんかが隣に穴をついて出てきたか、まあ、もしくはその、事件が原因で死んでしまってるか。エロティックパワーによって出てきたんですね。まあ、人が寝ているようだって言って、でも介護してる様子がないというのがまた怖いですよね。そうですね。怖い。まあ、最終的には直が言いたかった。なんか随分とシリアスな話だったけど。深すぎてね、うん、ゲームやってる人わけわかんない。そのくせこう最終的に直が僕もそういう気持ちがあるんだ。突然なんかシンジ君みたいに叫び始めちゃうんだからな。完全に今のはシンジ君だったな。そうだね。ああ何この、俺お参りしててエロ本無事買えますようにみたいな。すいませんみたいな。エロ本無事買えますようにみたいになってましたけど、はい、じゃあスキップして。はい、はい、へえ。まあでもこれでようやく1個。いやでもくるみが見たってことはマジで例だったわけでしょう。そうだね。ただいま。まあそういうことですよね。完全に見てましたからね。完全にハーって感じだったもんね。怖かったよね、あれ。あれは怖かった。でもなんか穴が開いてたと逆方向から出てきたよね。そうだね、うん、このカメラいきなりグイッてこう、だ穴穴は本当に何か覗いていたのかもしれないと。怖でもやっぱ幽霊の管理人のおじさんだったし。そんな気もするよね。あそこでだ防犯カメラ意味ないから監視してたんじゃねえの。まあ、管理人のおじさんが自分のことを言ってた節はあるかもね。だって管理人のおじさんがどう考えても入れるような隙間ねえんだけど。そうなると管理人のおじさんは何、スタンド使いだったってこと？そういうことだ。やべえよ。俺のエロ本に触るんじゃねえっつってこうバーンって出てるかもしれない。マジかよ。いやまあね。はい。何スタンド名が全然思い浮かばないもん今。スタンド名は何ですかね。18歳未満は購入禁止。エロティックなんで。エロティックジャッジ。エロティックジャッジかな。まあまあまあ、この話はもうやめて。これ以上なんか掘り下げることでも何でもないよ、ね。なんかね、今回いろいろいろんなところから怒られそうな話題になってるから。ちょっとね、編集の方が楽しい。すごい入りそうですね。はい、ということで最後まで、視聴いただきありがとうございました。また次回もお楽しみに。ほんじゃまたな。またな。またね。中学生みたい。